こんばんは、豊田萌です。皆さんこんばんは、伊藤美久です。私たちピクシスでーす。はい、ピクシスのキラキラ大作戦。この番組のコンセプトは、私たちの好きなこと、興味のあることを何でもやっていく、おもちゃ箱をひっくり返したような番組です。さあ、まあ、ちょっと少し前にはなりますが、我々のね、あの写真集ナンバーファイブのサイン会ありがとうございました。ありがとうございました。で、次が違う、番組のイベントでやった後だ。そう、前の日があの番組イベントで、うん、まあ、縄跳びしたり一輪車したり。そう、だから私は楽屋で一輪車練習した時に人知れずガチでこけたの。あざどうなってたの？あの手でついたの、まあ、尻餅つきつつ手でこういうぐねったから右手が筋違えて未だに痛いの。今もちゃんとやっちゃってるじゃん。ちゃんとやった手で次の日右手でサイン書いてる。褒めてほしい。すごいじゃん。よくあの手で頑張ってサイン書いたねって。そうだね、みんなに褒められたい。誰も見てなかったけど。そう、誰もこけたとこ見てなくて誰も心配してくれなかったんだけど、うん、誰も心配してなかったの。未だに痛いもん。ちゃんと痛いもん。いや、しかもね、結構縄跳びもすごい真剣にやって、うんうん、筋肉痛だみたいな。ガチで筋肉痛だった。次の日もね、伊藤さんはそもそも縄跳び飛べなかったから筋肉痛の気の字もなかったよね。はい、ぐっすり寝ました。ただいい運動をしてぐっすり寝れたというだけで楽しかったなーで、何の怪我もせず。そして、はい、今日は、はい、ミクさんのライブブルーレイ、伊藤ミクライブツアー2021リズミックビームユーの発売日です。わーい。ちょっとあの気が利かないもんでないです。こちらにございますのがきっとね、なんかで出てるでしょう。CG で入れてもらおう。画像が、画像を入れてもらおう。後ほど、後ほど、これもまた後ほど、はい、嬉しい、ありがとうございます。もうゲットしてくれた方も多いかと思いますけれども、ぜひ見てください。はい、それじゃあ始めていきましょう。ピクシスのキラキラ大作戦スタートです。ピクシスのキラキラ大作戦。はい、それではリスナーさんからいただいたメールを紹介していこうと思います。珍しくメールをいっぱい読もうの回。うわうわキラキラネーム椎名さんからです。ミック萌さん、ピクシース、ピクシース、キラピクイベントお疲れ様でした。 ありがとうございます。私は夜の部の配信で見させていただいたのですが、とても楽しくて幸せな時間でした。個人的に印象に残っているのはキラピックグランプリです。夜の部はフラフープ、一輪車、メキシコクイズ、ラジコンカー対決といった独特なメニューで、体を動かせて頭も使える素晴らしい企画でしたね。イベントでもピクシスは可愛くて面白くて、やっぱり大好きだなとしみじみ感じました。そして私はお二人が着ていた番組 T シャツを持っているのですが、普段使いできて重宝しているので、新色もゲットしたいと思います。これからもキラピック毎回楽しく見させていただきますね。あら嬉しい。すごい。さあ2枚続けて、キラキラネームこのお兄ちゃんから、ミクもピクシース、ピクシース、先日はサイエンスホールでキラピクの番組イベントでしたね、うん、久しぶりのイベントは楽しすぎたし、実家に帰ってきた安心感でした。イベントではみんなでキラピクの番組 CM も作りましたね。声が出せないというところでピクミンのみんなは音の鳴るものを使っての参加でした、うん、皆さんいろいろ個性あふれる楽器を使っていましたね。どんな CM ができたのか見るのが楽しみです。その CM 作成中に萌氏が子供の泣き声のような音すると言ってたと思います、うんうん、それはもしかしたら私が使っていたものかもしれません。私が使っていたのはびっくりチキン、鳥の形をしていてお腹を押すと鳴く上空おもちゃです、よかったらいつか2人もびっくりチキンでピクシスの曲演奏してみてください。あれだ、ドンキとかでよく売ってる、あこの世のものとは思えない絶叫するやつ。絶叫あれすごいよね。あれの音だったのか、鳴き声っぽいの。なるほど、確かに鳴き声だったもん。完全に気になってしょうがなかったですけど、そんな番組 CM も流れ始めてんのかな。流れてるはずだから、みんなセカショーいっぱい見てね。見てるはず。セカショー見てたらどこかしらにあるから ね見てね。確かにめちゃくちゃボリューミーなイベントでしたよね。でもメキシココイズもコスタリカクイズも私より正解できなきゃダメじゃん。え、正解できなきゃダメじゃん。私がちゃって言っちゃった、うん、
いや私だって、うん、あここでもうパッパッパッと答えられたら、うん、うわやっぱりミックってすごいわってなるはずだったのに、うん、全然わかんなかった。私のクイズ脳が冴え渡っていたでもガチで難しかったよね普通にクイズとしてね、うん、難しいっていうか、まあ、知らないと答えられないやつだったよね。そうそうそう感じでしたね。いやあれはちょっと反省だね。そうですね、もうちょっと調べ上げないといけなかったなとは思うんですが、うん、でも違うのよ、ね、何私別にコスタメキシコはまあ分かるよ分かるんだ。メキシコはさ、あの下りがあったじゃん。飲み込んだんだミクの中。下りはあったじゃん、飲み込めてたんだ。まあ、タコライスが好きだなんだみたいな下りは分かるけど、うん、コスタリカマジで関係ない、うん、覚えてるみんな。メキシコはコスタリカは私全く関係ないから気づいた。そうだよ、責任を押し付けてたけど。けどコスタリカに関してはもうリスナーさんの出身地だということだけなのにメキシコは飲み込んだんだ。でも、うん、メキシコは飲み込んだよそれ飲み込んでくれたんだね。まあ、分かるけどってなったけど。いやでもめっちゃ楽しかったな、うん、楽しかったわ。体も動かせてねちゃんと伊藤さんは一輪車補助なしで回ってたからね。はい、あれかっこよかったからね。あれめっちゃ楽しかったです。ね、一輪車買いたい。それは買いない。一輪車買ってもっと練習したいなって思いました。家の周り走りな、はい、家の周りを一輪車で回ったり、まあ、最終的には現場にも一輪車、うん、一輪車、はい、今日ミク何で来たの。一輪車こうやってスタジオにこうやって持って。駐輪場ないから。駐輪場ない、室内に持ってくんだ。室内、スタジオ内持ってて。おはようございます。今日一輪車で来た、うん、すごい。それは確かにっていうのやりたいですね。やりたいね、いつか。私もそれやりたい。っていうぐらい。やりたい。楽しかったね。いいですね。はい。じゃあ次行きますか。はい、キラキラネームさきさんです。ありがとうございます。ミックもいいし、ピクシーズ、ピクシーズ。ピクシス写真集ナンバーファイブサイン会お疲れ様でした。ありがとう。本当に久しぶりに会うことができてとっても楽しい時間を過ごせました。本当にね、初戦グランデに向かっている途中に大雨になり、そうなのよ、滝行かと思うくらい雨に打たれましたが、ね、久しぶりのミクモエとの接近に足取りは軽く迎えました。嬉しい。しかしスカートから水が滴り、髪もボサボサで大丈夫だったでしょうか。ビレ挽回では私がネイルを見せると、見て私もキラキラーとミック、かわいい、見て私の深爪と萌えちゃん推しに深爪見せてもらったの初めてです。直接会えるイベントってやっぱりいいですね。ありがとうございましたありがとうございます。覚えてるよね。覚えてる、ネイルがねナンバーファイブの5を入れてくれたんだよね。おしゃれにね、そう作ってくれててかわいいみたいな。私もネイルしてたから、ね、キラキラのネイルどう、うん、って言ってみんな、うん、かわいいって言ってた。私もそのもうすごいテンポ良かったもんね。見てってミクも見て、うん、見て深爪深爪切ったばっかだったから深爪だった。見て深爪、ね、やばそうな深爪かわいい。ファンに深爪見せる女初めての経験、うん、初めてだった。初めての経験ばっちゃった。でも嬉しかったみたいですよ。みのりさんの深爪が見れて。なんか自分のエピソードをさ、第三者から客観的に後から聞くとさ、いつもこいつはやばいないや結構 そのエピソードもやばいしこいつどうかしてんだって思う。これ見返す時も毎回思わない思ってる。私キラピク見る時マジでこいつどうかしてる思うよね。思う私もこれが相方かって思うこれがどうかしてんな。いやでもミーもどうかしてる時あるからね。私は普通の人間ですからそういう普通のポジションだって思い込んでるけど、はい、そうでもないから私は普通人間なんであんまおかしいことしないです。でも確かにもう冷静な時に自分見ると本当頭おかしいこいつ。いやそうなのよ。うん、だってね、そうね、いろんな伝説がありますから。怖いね。怖いですね。怖い。ここが悪さをしてるんだろうね。この空間が。この空間が。このセカショの空間がいけないんだ。うん、私普段あんなやつじゃないもん。嘘だ。信じられない。信じられないよ。普段からあんなやつじゃないかね。普段からあんなやつでしょ。割と社会に溶け込める人間よ。本当？どこででも生きていけるだろうなって自分でも思うけど、うん、あんなんじゃないかな。あんなんじゃないの？そう、誤解なきようにちょ定期的にちゃんと伝えておかないとなって思ってみんなにも、うん、あれが常ではないからキラピクのあれ常だった。確かキラピクの私が全てだと思うな
いやだとしたらキラピクもちゃんとやんなわってだからどうかしてんの、ここが本当はちゃんとしたいけどここが言えないんだね。そうよ、本当はちゃんとやりたい気持ちはあるの、やりたいけど、そうなぜかそうおかしくなっちゃうんだ。ボケないと許されない空気あるのよボケないと出れない部屋、そうここはボケないと出られない、出られない部屋何かやんないと、うん、いけない、怒られる、いけない部屋なのよ。普通にこなしてっちゃ普通の可愛い返答とかじゃダメなんだ。あもうそんな求められてないからこの空間はそんなみんながおもんなって目で見てくんねここにいるスタッフ全員がじゃあスタッフが悪いじゃん、スタッフが悪いっていうか、そうスタッフが悪い、スタッフが悪い、スタッフの感覚が悪い、そう悪い、まあせかしみんな面白い人たちばっかりですからね、ボケさせてくるじゃん、そうなんか流れつなんか空気でさ、いやそこはこう来るやろみたいなよくないなあるじゃん、よくないぞ、違うやつやると違うな雰囲気あるじゃん、よくな、だからここ吉本の養成所かなんかだと思ってんのよ萌えさんがおかしくなるのは、そうよ、なんか脅迫観念なのよなんかやんなきゃ、なんかやんなきゃ、なんかやんなきゃでちょうどいいのが出ないかその上行っちゃうね、動かしちゃうのよ怖いのよ、思ってたここ行っちゃうんだよね、なんかやんなきゃ、なんかやんなきゃっていうもう脅迫なのよ、もうそうね、そうなの、だからちょっとねどうかしてんなって思うけど、確かにこの場が悪い、このここのスタッフさんが良くない、うん、でも自分で見て毎回爆笑してる私面白いってうちらうちら面白い、うちら面白いとかくったらないなで常に笑ってるからいい番組です、いい番組なんで今後もよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、というわけで、はい、たくさんのお便りありがとうございました。番組では皆さんからのメールお待ちしております。メールアドレスは pixis@secondshot.jp です。たくさんのお便り持ってます。 pixis のキラキラ大作戦、キラピク VR、 ピクシスになった気分を味わえる夢の仮想現実、それがキラピク VR、 レッツ萌えサイド、ねねみく、はい、やや透明少女さんからなんだけど、ちょっとあの私が右も左も分かんない新入社員やるんで、ちょっとあのもうかっこいい先輩やってもらっていいですか。かっこいい先輩、私が思う、ここどこの会社にする？どこ？何系の？うん、ほら設定大事だから、会社の？うん、ちょっと何も言えた許されない間だったよ、ね、今の許されない間だった、ちょっと何も分かんない、ちょっと何も分かんない、ちょっと何も思い浮かばない、じゃあもうあの抽象記号抽象記号なんか今日ダメかな、今日ダメかもしれないけど、ダメかもしれません、先輩、あ、やっぱり伊藤先輩のブラインドタッチ世界で一番かっこいい、あ、伊藤先輩、あ、パス、どうしたの伊藤先輩、あのちょっとここの資料でわかんないところがあるんですけど、これってどういう意味ですか？これってどういう、うん、それ、うん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 、こ、うん、こ、うん、あ、はい、ありがとうございます、頑張って、はい、レッツミックサイド、ねえねえ萌えさん、はい、ニララさんなんだけどね、だけどね、さんからなんだけどね納豆混ぜる萌えさんを見せてって、最近の冷蔵庫を開け、パックを持ち開けて、タレ入れ、あ、なんか入れて、なんか入れてる、なんか、あ、タレ入れてる、あ、いろいろ入れ、すごい混ぜてる、すごい混ぜてる、いいよいいよいいよ、言われた通りにしてるよ。え、何してんの？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 え？え？電子レンジに入れてるよね。今、電子レンジに爆発しない？大丈夫？ジーン。え？まず、入れて？何？入れて？ピクシスになった気分を味わえる夢の仮想現実、
それがキラピク VR。 トヨタ前と伊藤美久、どちらかになって相方に聞きたい質問を大募集。たくさんの質問お待ちしています。続いてはこちらをお送りします。ピクシスの〇〇大作戦。はい、毎回一つのテーマを打ち出していくこちらのコーナー、〇〇の部分はその都度変わりますということで、今回の作戦はこちら、ピクシスの先生大作戦。はい、無邪気の萌ちゃんが投げかける視聴者の皆さんから送ってもらった質問にミクテンテイが的確に答えを返していきます。それでは始めましょう。あれ、先生準備して。これね、先生ちゃんと自分の仕事道具忘れないで。こちらです。 YouTuber が。はいはい、いくよ。それでは始めましょう、先生大作戦スタート。もう読んじゃおうかな。今日もいっぱい来ているそうじゃないの。いっぱいあるからね。何なの。キラキラネーム歩道8センチさんからだよ。ミクテンって鮭って鮭って言ったり、鮭って言ったり、ハラスって言ったり、サーモンって言ったりするけど、どう使い分けるの。これ萌ちゃんも知りたい。これはもうなんだろうな、先生は好きな時に好きな呼び方してる。え、使い分けていいの。使い分けていいんだよ、これは。気分でいいの。これ気分でいいの。定義みたいなないの。いいんだよ、お寿司屋さんで絶対サーモンって言わなきゃいけないなんてことない。鮭食べたいって言ってる人見たことないの。お寿司屋さんでみんなサーモンの気分なの。僕鮭食べるって言ってる。言ったことない。ないよ、サーモンはサーモンだよ。お寿司屋さんいたらない。うん、ない。寿司あるの。サーモンのおにぎりくださいって言わない。サーモンのおにぎりくださいって言わない。サーモンのおにぎりくださいって言わない。サーモンフレークの入ってるおにぎりくださいって言わない。言わないことない。多分だけど、火取ってたら鮭で、火取ってないのがサーモンなんじゃないかな。いやいやいや、言いたい時に好きなことを言っていいのよ。ハラスは一番脂が乗ってるとこ。そうなんだ。萌ちゃん、鮭大好き。よく知ってるわね。サーモンハラス定食毎回頼む。確かに脂乗ってるわね。そうだよ。でもいいんだ、分かった。これから好きな時に好きな気分で呼ぶ。そうよ。お寿司屋さんで鮭くださいって言ってみるね、今度。言ってみて。言ってみるから。えって言われるから。先生、鮭って先生推奨したの。ちゃんと先生だよ。ちゃんと来るとは思うわよ。じゃあ続いて、キラキラネームムッキーさんからだよ。ミクテンって大きさを順番に小中大って表すのに、小学校中学校高校を大学って小中大の中に校が入ってるのはおかしくないですか。何を言ってるの。小中大なのに、なんで小中高大なのって。何を言ってるの。小中大はサイズを表すものよ。うん、小中高大は学校のことを表すことよ。じゃあ違うの。イコールじゃない。全然違う。だって学校のこと小と通るグランデなんて言わないでしょ。大中小は小と通るグランデってことよ。はい、次。さようなら。破っといた。破っといた。破っといた。違うって言ったから。キラキラネームルリロピーさんからだよ。やる気がないなら帰れって怒られた時のベストアンサーって何。やる気がないなら帰れ。でもこれ本当に帰ったら怒られるんでしょ。そうよ。私はそういう子を見てきた、今までも。先生見てきた。そうだよね、萌ちゃんも言われる側だった。私これでじゃあ帰りますって言って帰ったやつの方がかっこ悪いと思ってた。なるほど。どうしたらいいの。じゃあちゃんと謝んのよ。先生すいませんでした。もうしません。許してください。ここに置いてください。お願いします。かっこ悪い。かっこ悪い。命乞いだよ。悪かったです。僕も授業を受けさせてください。これからやる気を持ちます。そういうやつの方がかっこいいか。そういうやつの方がかっこいい。だってそれはでも大人になった感覚の価値観だよ、うん、多分子供の時はそういうやつが一番かっこ悪いってみんな思ってたよ。そうね、そう見えるかもしれないけど、大人になったらこれが正解ってみんなわかるようになるから。ちゃんとじゃあそう言われたら謝るの正解なの。そうよ。すいませんでした、僕が悪かったですっていうのが正解よ。
謝れない人が世の中にいっぱいいるからね。それが良くないことよね。謝れることって大事だよね。大人になってもちゃんと謝りましょうね。はい、今日の授業は終わりです。終わった。まだあるけど、まる締め良かったもんね。いい締めだったから、授業を今、ね、チャイムが鳴ったんだけど。じゃあ続いて、キラキラネームぐっちさんから。どうして人はギャップに燃えるのですか。私は天使のミックがガニ股という事実にキュンキュンが止まりません。どこから仕入れたの。スパイですね。おい、どこから調べたんじゃ。そんなのどこのラジオで言ってた。どこでも言ってる。ちなみにどこでも言ってた。どこでも言ってる。隠し通してたのに。全然隠せてない。マジでガニ股。隠し通してたのに。今まで見た人の中で一番のガニ股。ガニ股グランプリ受賞です。おめでとうございます。ありがとうございます。伊藤さん、おめでとうございます。これ治らないのよ。しかも可愛くないのよ、普通に歩き方が。わかるかな。なんかね、違うのよ。気抜いてないと出ないのよ。こうやってやるってやった時ね、ちょっとわざとらしい。なんかちゃんと普通だとさ、まあ普通になんかこう歩くんだけど、うん、こうまっすぐ歩くじゃん、うん、なんかわかんないけど、うん、歩く時足投げちゃうの、こうやって。いや、もっとひどい。いや、幅はもっと、これの幅広バージョンみたいな。幅広この幅広バージョンみたいな感じになっちゃうのよ、うん。私が靴全然履いてないのバレた今、この引きの画面で。あれ、ミクテンテのせいで私がこうやってこうやってのバレた。スリッパいつもなくしちゃうの。ちょっと履いて、ちゃんとちゃんと履けた試しな。ちゃんと履いて。いや、恥ずかしいから履いた。そりゃね、なんかそこも可愛いって思ってくれてるのは本当に嬉しいわ。私もテンテンのガニ股好き。本当に安心感ある。あー、伊藤さんだなって思う。綺麗にはこう、なんか歩かれたら嫌いになっちゃう。なんでよ。なんかそんなのミクじゃない。もう私のアイデンティティになり始めているのよね。本当にアイデンティティ。そうね、あれ好き。じゃあこのままでいるわ。うん、そうして。次、キラキラネーム山ダイバーさんからだよ。どうして忍者は消えるときに毎回煙、剣幕を使うの。またねって歩いて帰っちゃダメなの。そりゃだって忍者だから。忍者は素早く動くのが仕事だから。なんで剣幕を使うの。バレちゃいけないんだもの。あれで隠れるの。そうよ、バンスンってどっかに行ってるの。間にいなく、どこに行ったかバレちゃいけないから。またねって歩いて帰ってもよくない。でももしついてこられちゃったらどうする。お家バレちゃう。やだ、家バレ。家バレ。突つされるの。家バレ。家バレして突つされて、おい忍者って言われちゃう。配信中にウーバー届くの。突つされてなっちゃうから。それはやだね。怖いでしょ、命の危険と隣り合わせなんだから。じゃあそれのために煙幕使ってるの。そうそうそう、忍者は大変なのよ。知らなかった。忍者って大変なんだから。大変なのね。え、大変なのね。え、急になんかここが動かせなくなっちゃった。あ、顎外れた。急に急に顎外れた。困ったね。どうしたらいい。助けて先生。ぶっ、治った。治ってない。びっくり。あ、よかった、治りましたね。終了。終わりです。あ、びっくりした。はい、さあこんな感じでミク先生に答えてほしい質問を募集しています。皆さんに代わって萌ちゃんがミク先生に質問しますので、じゃんじゃん投稿してください。お待ちしています。以上、ピクシスの先生大作戦でした。ピクシスのキラキラ大作戦。お送りしてきましたピクシスのキラキラ大作戦、エンディングです。番組では皆さんからのお便りお待ちしています。普通歌はもちろん、皆さんの宝物に関するメール、先生大作戦への質問や二択大作戦のどうでもいい二択、キラピク VR 宛のメールなど何でもウェルカムです。メールアドレスはピクシスアットマークセカンドショートドット JP、 ピクシスアットマークセカンドショートドット JP です。たくさんのお便り待ってます。
はい、そしてピクシス情報です、8月14、15の2日間ベルサール秋葉原で行われるブシロードゲームフェス2021の8月14日のステージイベントに第3回ガルパハエキシビジョンマッチインブシロードゲームフェスに出演させていただきます。そして8月15日19時からはトヨタ萌えのアイドル畑で捕まえて生配信で復活します。チケット料金2,000円、詳しくは番組公式ツイッターを見てください。はい、私からのお知らせです。アニメロサマーライブ2021カラーズ8月29日日曜日の公演に出演いたします。ちなみに27日には、我らが先輩石原香織さんも出ますので、どちらもよろしくお願いいたします。チュッキチュッキちょ、私もこれは言っとかないと、私たちがそれぞれ、あ、うん、え、チュキチュキ取られた、チュキチュキ、はい、これで私チュキチュキかおりさんチュキチュキチュキ最後にずるい、ずるい、最後に方が勝ちだから、ずるい届かないだろうな、これは届かない、見てるかな、絶対見てくれ私たちがそれぞれ鶴巻心松原かのんとして参加しているバンドリーハローハッピーワールドファーストアルバムニコニコネクトも発売中です。聴いてね。そしてライブブルーレイ伊藤美久ライブツアー2021リズミックビームユーは本日発売になりました。秋葉原ゲーマーズ本店さんにて発売記念ミュージアムが8月1日まで開催しております。ぜひ行ってみてください。はいはい、番組からのお知らせ。番組イベントの有料配信タイムシフトは7月31日23時59分までご覧いただけます。視聴チケットは今からでもお求めいただけますので、詳しくは番組公式サイトおよびツイッターを確かめください。セカンドショット通販ではファンディスクなど番組グッズをお求めいただけます。またセカンドショートチャンネルの有料会員になっていただくと、この後23時から配信するピクシスのキラキラ大作戦アフタートークと、放送に入りきらなかった部分を丸ごと収めたアーカイブ完全版をお楽しみいただけます。どうぞよろしく。はいはい、キラピクの通常版 YouTube でも配信されていますので、ぜひそちらもお楽しみください。はいはい、暑い暑いね、暑い、今日は暑い、私もう水欲しい。あれ、今日一本目水なしでやってた？そう、一本目水なしでやってたね。本目なんで水ないの？確かに水を何回も水くださいって言おうと思った、うん、タイミング逃した、タイミングを逃して逃して、今ここエンディングになった。じゃあエンディングで言おう。カラカラになった。ミクの水ください、お願いしますそれではそろそろお時間です。お相手はトヨタモエと伊藤ミクピクシスでした。あ、来た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 、水